こんにちは、坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。自分ながら飽き性で悩んでいます。プロの演奏を聴き感動して自分にもそのくらいの演奏はできると勘違いしてしまい、しばらくの間練習に励みますが、ある程度演奏できるようになると飽きてしまい、すぐに別の曲に取り組みます。こんなことの繰り返しですから、気がつくとまともに演奏できる曲はごくわずかです。分かってはいるのですが、他の曲に目移りする飽き性の悪い性格が治りません。なんとか改善する方策はありませんか？はい。飽き性ね、練習をしてもある程度演奏できるようになると飽きてしまい、すぐに別の曲に。それでいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。ある程度演奏できるようになると飽きてすぐに別の曲に取り組みます。でおそらく、そのある程度演奏できるようになったところが今の、実力で弾けるところぐらいなんだと思うんですよ。僕はちょっと聞いてないから何とも言えないですけどね。でも大体そういうところなんじゃないかなと僕はこう読んでて感じているところです。でそれ以上の演奏をしようとなった時に、こう今の自分ではやっぱりちょっとレベル的にもまだ弾けないなっていう状態に多分なってるんだろうなと思ってます。で、こんなことの繰り返しっていうでも、そういう風になるだろうなというかね。だから普段の練習、別にその曲じゃなくて他の曲にどんどん目移りしてやっていくとか、そんなねいいと思うんですよ。もうそれでいいんじゃないかなっていう。だけどこうレベルアップするためにはどういう練習をしたらいいんだろうっていうところをちょっとずつ取り入れられるかどうかっていうところが結構大事な部分で、それを取り入れたとしてもその一曲に費やす時間というかね、変わるわけではないとは思うんですよ。練習の質が変わってくるっていうだけで、練習、その曲に使う練習時間がもっと長くなりますっていうことでもないかな。プロを目指すとかそういうんだったらまたね、いろいろ話は変わってきたりはするけど、だから例えばこの曲に対して、10時間練習時間を使いましたっていう、その10時間が15時間にしようっていうのもなかなか難しいと思うんだけど、でもこの10時間でもっと弾けるようにするっていう、その練習の質を上げることは可能だと思うんですよね。でそういうことができるようになったら、もっとある程度弾けるようになったっていう、そのある程度のレベルが上がっていくんで、より良い状態になっていく。でもその質が上がらなければ、練習時間を増やしたところである程度弾けるようになりましたよりも上にはね、なかなかいかないんじゃないかなとは思うんですよね。だから、まともに演奏できる曲はごくわずかですっていう、そこからね上に行きたいのであれば、こう目移りするとか飽き性だというんじゃなく、練習の質を上げて、同じ時間でもっといい演奏ができるところまでレベルアップできる状態を作っていくこと。なので僕的にはね、この飽き性を直すっていう必要はないじゃないかなって思ったりしてます。問題はそういうところじゃなくてっていうね。
はい、そんな気がしてます。だから、飽きちゃうからこれ以上上手くならないんじゃなくて、飽きても飽きなかったとしても多分そこまでしか上手くならないという状態で、そこからさらに上手くなりたければ、練習の質を変えること、で飽きて別の曲に行くのは別にいいんじゃないかなと、大いに結構っていう感じかな、どんどんいろんな曲に手を出しちゃっていいと思うし、でもクオリティが上がれば別に今まで10時間かけてたっていう曲もそんなにかけなくったってもっとクオリティ高くできるだろうし、はい、というところな気がします。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。